おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はじゃん、製氷かき氷ミルク金時。まあここに書いてあるんですけど、分類は評価ですよね。かき氷だからミルク金時ってもう超美味しいじゃないですか。それをね買ってきました。スーパーに売ってました、近くの製氷さん。早速開けていきます。カパッと開いて、さっさと。こんな感じですね。ここにもうすでにミルクっていうか練乳っぽいのがいます。宇治金時とかもあるけどね、普通のこのミルク金時、あの練乳と小豆だけのやつもシンプルで美味しいですよね。じゃあ早速一口食べていきます。いただきます。うん、すごい氷がサクサク。うん、もうね、昔懐かしの、うん。でね、これここにミルク溜まってるから、これはかき混ぜて食べるといいですね、きっと。だって多分あんまりシロップしかかかってないようなとこもあって、まあ全部ミルク金時ってよりは飽きなくていいですけど、結構甘さ控えめだから、もっと甘くしたい人は普通に自分で練乳とかかけてもいいかもしれないです。小豆の量は控えめですね。この前なんだっけ、アイスまんじゅうとか紹介しちゃったからかもしれないけど、小豆の量はそんなに多く感じない。アイスまんじゅうめっちゃ小豆入ってますからねでも美味しいです、昔懐かしの味で。皆さんもこれお近くのスーパーなんかに売ってると思います。結構ねリーズナブルに売ってると思いますよ。探してみてくださいね。はい、じゃあ今日はこれでおしまいです。バイバイ。今日ご紹介したアイスは製氷かき氷ミルク金時です。皆さんも近くのスーパーなどで探してみてください。ではまた。